どうも、パフォーマンストレーナーの宗之助です。さあ、XG さんのね、またリラックスのエンジョイが出たので、本当に今日初めて見ます。ちょっとアメリカから帰ってきて、実は 体調をボコボコに壊しました。 いやー、大変でした。本当に。まあ、いろいろあったんですけど、はい。まあ、一つは、もう体に炎症が起きすぎて、もう、体温の熱とかっていうよりも、神経、骨膜、筋膜、筋、全部の炎症がもう止まらなくて、はい。ちょっと3日間ぐらいひどい目に遭いました。まあ普通に仕事とかね、頑張って、頑張ることもない、当たり前のようにしてたんですけども、ちょっとね、思うようにトレーニングができなかったりとか、体が動かなかったです。ちょっと癒されたいと思います。皆さんにこう入ってくる音声がね、ちょっと大きいかと思うんですけど、これね、こっちで撮ってるのと、そう、ちょっと音量分けれないんですよね。ちょっと僕のパソコンのスペックというか、環境がね、整ってなくて、ちょっと我慢してください。てか、なんで、すごいよね。女性ってすごいこう叫ぶよね、ゲーセンで。俺なんかひなたちゃん、ひなたちゃん本当埋もれてるよね。毎回言ってるけど。これハービーちゃんか。これハービーちゃんだね。この前いなかったからね、ハービーちゃん。顔ちっちゃ。一番左ジュリンちゃん、ジュリアちゃんでしょ。あ、マヤちゃんか。これ韓国かね。韓国ってなんかこういうの多いっすね。ジュリアちゃんかわいい。 ひなたちゃん ココナちゃんがめっちゃかわいい。これこうやって見ると普通の女子なのにね、女の子たちなのにね。 ココナちゃんかわいい。ベビーココナだね。なんかファミリービデオみたいになってる。あ、ほんとだ。水深のことを水深って言うんだね。ウェイジャー取れた。誰？ここ。誰？ファビーちゃん。なんちゅうベビーフェイスだ。あれ？こいつさちゃんか。おお、いたのよかった。こういうね、時間本当大事ですよね。あんなバッキバキのもうさ、訓練とかね、ステージに立ってる姿しか見てないからね。本当に、なんだろう。普段の子供たちじゃないですけどね、成長過程におけるこういう娯楽をね、体験しないと、やっぱおかしくなっちゃうね。そういったやっぱ、メリハリできている、ね、事務所は今後こう残っていくんでしょうね。まあ、我々もね、一般ながらも、いろんなものを見てきたじゃないですか、アイドル道って。で、最近もすごく残念な、
ね、話がありましたけど、やっぱり、毎回ね、いろいろ話してますけど、その技術的な、その経験値っていうものは、ものすごく高いと思うんですけどね。ただ、そのストレスの解除の仕方だったり、ストレスに対抗できるその能力っていうものは、正直、年数とかね、によってくるから、それに関してはやっぱり、まだまだ10代とかっていうものはみんな一緒ですよね。逆に言うと、普段、まあ、こう、ジェネラルと違うストレス浴びるだけ、やはり、やっぱなかなか、こう、ついていけない子たちもすごくいるだろうしね。だからそこら辺、本当に大人のバックアップというか、うまく同じ人間としてね、ケアしないといけない気がしますよね。かわいいね、ジュリア。貸し切り？かわいいよね、ジュリアちゃん。歯並び綺麗。スライディングを많이했어요그리고マニヘッスよってたくさんしたってこと？지금부터마사지를하겠습니다진짜みんなは今お風呂に入ってますお風呂もあるんですよかわいい。マッサージ中です今はこんな感じですごい。韓国もこういうのやっぱりまあそりゃそうだね。韓国も今いっぱいむしろ韓国の買ってるかもね。日本より今。何でもかんでもプロダクトはね。今マッサージなのです。この年もマッサージが必要なのかね。そりゃプそうールだのね。後のマッサージはもう天国と言ってもよろしい。しかし、ジュリンさんは、もう天国と言ってもよろしい。ファッショナブルね。うわ、これ見てあのプール入りたくない。これ誰だっけ？ジュリンちゃんか。お邪魔してもよろしくて。ヘルどうビー。ぞ。ね、怖い怖い。お母様。あ、なんかよくここ登れたね。わあ、こんな感じ。待って、めっちゃ気分出ちゃったけど。最近ね、いろいろまだずっとね、いろんなパフォーマンス見てるんですけど、ファビーちゃんはやっぱ顔がもう本当になんかこう、何フェイスっていうのこれ。わかんないけど。顔で持ってかれちゃうけど、パフォーマンス見たら結構ね、力強いんですよね、本当に。なんだっけな、足のストンピングとかもめっちゃなんかこう、鋭いんですよね。見なきゃやつだね。それ見ちゃった。見えないやつ。I can't see it. 何かわからへんやんか、これ。なんやねん、これ。これすごい。にゃーん。いや、かわいい。ジュリアちゃん、2かわいいっ日目。す。私スノボです。おお、あほんと頭ちっちゃいね。もうこうニット原型だなもたんね。スノボプロじゃん。プロじゃないですね。もうプロじゃん。転びのプロですね。私は今日スキーをやります。超楽しスみ。キーね。ジュリアちゃんスキー。いいね、ジュリアちスゃキーめっちゃ好き。あ、じゃね。スキーめっちゃ好き。違いますよ。いや、違うから。エミタン今日ソリでかすね。わ今日ソいい。リです。プロスノーボーダー来ました。モーニング。入場。そうです、入場。このセットアップから見て入場。見てください、このスプモーニング入リング場。レッグ。そうです、入場。そう、ピジュン島。めちゃめちゃピジュン島だね。スプリンギーフィードアクション。このセットアップから見て入場。かわいすぎる。まあ、ある一部の団体、こっちが、ストロングサイド and ロングサイドと言われますね。足の裏ね。
足の裏の構造いつも話してるけどね。そう、ピジュントーンの話するとね、うん、ここにもありますけどね。 See here ね、これでこういろんなトレーニングを組むわけですけどね。私はこの6月にまたこの多分革命が起きてます。はい、まあ XG さん好きで、いろんなトレーニングとかすごい好きな方だったりとか、今後はアスレチックなパフォーマンスを上げたいって方はぜひこのワークメソッド注目してみてください。世界のトレーナーたちが本当に価値を変えて今マジな話で MLB、NMB いろんなプロリーグの選手たちが受けに来たりもするんで、はい、レッドソックスとかも、このトレーニングプログラムこの器具も入れてたりするんで、ね、私たち一般だからって考えがあるかもしれないですけど、一般人だからこそエリートが使う体の使い方を学ぶべきなんですよ。なぜかったらエフォートレスって言って、人間が作り出せる力ってまあある程度決められてるわけじゃないけど、それ以上に超えてくるのがより自然な力なんですよね。わかります？筋肉を肥大させて作った力よりも骨の連動が一気に綺麗にばっこり当てはまるパワーの方が絶対大きいわけですよ。そこのスペックにいわゆる筋力をカスタマイズしていくっていうだけなんで、だから大谷翔平選手とかの僕スプリント のアナライシスとか上げたら、その走りのアナライシスをすごく専門的にやるコーチというかそのいろんなクリエーあの器具の開発者がリツイートしてくれたんですけど、そうだからすっごい使い方するんですよ。すごいっていうか、でもこういうストラクチャー使って盗塁するときね、スティールベースするときの切り返しねの使い方とかものすごいですから、うわって、ごついがたいでもどんだけ骨が動いてるかわからず、ぐわって、でボン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 こうやって、もうね、もうヘッドがもう中心移動がもうダイナミックだし、そうそうそう、だからもうそういった人間のファンデーションにものすごく特化して、複雑に見える動きというものが我々人間本来持つナチュラルな動きなんです。で、それを2007年とかにシンプル化してしまって体を固めてしまったっていう変なヒストリーが実はこのトレーニング業界にはあるわけなんですよね。それがプランクっていうものだったり、パドルオフプレスだったりとかっていう、そうそう、僕はその考えよりは今の考えの方が自分でやって自分が動けるようになったので、やっぱり考えをサクッとこっちの方に変えましたから、ぜひ皆さんもね、興味あったらそういうコーチ探して、自分が将来ね、自由にエフォートレスってさっき言いましたけども、努力をせずともダイナミックに動けるような手法をね、探しておくべきだし、投資になります。60代になって、70代になって、80代になって、怪我しました、病院から退院しました、はい、リハビリどうぞって言われても、きついっす。僕何人も見てるけど、僕は売り言葉使わないです。いくつになってもっていうのは毎回言ってるけど、いくつになってもっていうのは嘘です。年齢はいつからとは言わないけども、やれる時にやらないと厳しいです。それは人間の本能だったり、人類学を勉強すればわかると思います。明日、明後日、自分らが感じることどん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 変わってくるので、何もしなければね。だから自分にストレスは与えられる時に与えておくっていうことが大事だし、与えて考える、モディファイする、それをずっと繰り返すべきですよね。脱線しました。素敵すぎる、ありがとう、今日もみんな、このジュリンさんの落ち着きぶりが最高なんですけど、楽しく滑ろうね。大好きです。すごい、めっちゃバイブやん。いいね。スピーカーですか。これジュリンさんでしょ。このウェアね。またやんの化け物。いやー、
ってやるよ。ふぅふふふ。かっこいいんですけど、マジで。あれ、これプロカメラマンのサイモンさんはいないのかな。すごいっすよね。かっけえ、綺麗な角度取るよね。すげえ綺麗な角度取るよね、これ。めちゃめちゃスクエアだよね。僕もね、こんな取るって全然あんまり見てなかったです。僕あんま競技見ないんで、競技者指導するのに競技見ねえって、病気だけどね。でもね、これあれなんですよ、僕のこのダンスのアナライシスのビデオに直結していて、その競技を見ちゃうとそっちに持ってかれるんです。競技寄りの話をしちゃうんですよね。そうだから、僕自身はその X ゲームズ今度行きますけど、サポート行きますけど、選手たちが来ても彼らに会うまでは、施術するまでは競技名聞かないですね。どうでもいい、その人のスペックがどうかっていうことが重要だから。まあエリートになるとそこの理解がものすごくスムーズなんでね。すげえな。でもやっぱこういう本当に物理的な、やっぱ綺麗な角がないとダメなんでしょうね。やばい。うわ、かっけえ、マジで涙出そう。やべえ。いやー、ジュリンさんは引退しても何でもできるね、マジで。まあデビューして1、2年でしょ。引退の話なんかしちゃいけないけども、かわいい。基本的にみんな姿勢がいいもんね、本当に。やっぱり僕が見てるその10代10 見る10代の子たちとやっぱ違うもんね。やっぱ今の10代の子たちもうすぐ重心取るってなるとすぐ胸椎折ってくるからね、顎出したりとかこうやって。どうしたらいいですかって聞かれるんですけど、僕はもう直結に考えます。自分で考えろって言います。すごく言葉がきついのかもしれないけども、誰かが言ってあげないと変われないから。なぜかって言ったらこいつのせいなんですよ。良し悪しがあって、今のなんていうんですかね、大人はみんなそうなんですけど、共通してね、すぐ答え聞きたがるんですよ。あれはいいんですか、これはいいんですかとか、何をしたらいいですかとか、何の経験もしてないのに答えを求めるんですよね。まあ、私これやったんでどう思いますかとか、そういうんじゃないんですよね。で結局答え与えたってね、前も話したかもしれないですけど、結局やらずに何もね、あ、なんか合わなかったら、なんかそんなことばっかり言ってる人が本当に多い気がするよね。だまず自分で買ってみれば、やってみれば、やってから聞いてくれ、聞きに来てくれって言ってね、どう思ったって。まあ、100人いて1人ぐらいですけどね、やるのね。でも絶対それはもう価値か、もう何の価値もないと思うから、僕は。失敗っていうかな、なんか何の調整もなしに答えばっか求めてても、何の価値にもなんないと思うんで。で、僕も答える価値がないんで、だから僕答えないですね。最後の僕がコースです。綺麗ですね。これチューリングさんでしょ、ひなさちゃん。
ひなたちゃんって本当に猫みたいなキャラクターじゃないですか。なんか一人でこそこそこそってやってさ。楽しい。かわいい。いいよいいよ。ジュリアンも。親がなんか。安全運転席まだまだあっちにいるから。うん。かわいい。いいえ。どうだった？ジュリアちゃんって本当にいいキャラクターしてる。マイペース。かわいい。これさ、ジュリンちゃんのスキー見てみたいよね。やってくんないかな。よっしゃ。Don't take a picture. 二重と真逆だね。撮ってよ。どうでした？どうですか？かわいすぎる。かわいすぎる。楽しい。せーの。しダメだ。大丈夫ですか？楽しいな。月上。こんな寒いけど面白いよね。はい。楽しいね。月上。こけてもこけても涼しい。こけても。どんだけ頭ちっちゃいのこれ。こけても涼しい。どういうこと？こけても涼しい。ちょっともうちょっと滑ってほしいな。左だわ。なんか横向いてるね。なんで立ったの？ね、なんで立ったの？ね、ゆりゆり。ね、ちょっと待って、お二人。ああ、ってマジでもう怒られるこれ。すごいです。あれ、ハービーちゃんはやんなかったのかね。滑んなかったのかな。いやーおあ、ピッチパーフェクトじゃん。あ、すごいできてる。そうじゃないのかい。オープン。あー、かっこいい。どうもどうせペンゾイスロボどうもどうせほっせ取れた。体がほっ小さいね。ほんと小さい。でもね、全然こう弱さは感じないんだよね、ちさちゃんってね。なんかジュリーさんの余裕感が止まんない。なんか目いけてない。あ、優しい。めっちゃ優しい。そうだね。え、見て、え、見た目とかわかる？わかる。だいひーちゃんがあそこに絡まっちゃった。違う。あれで足を。ひなたちゃんね、やっぱこういうキャラなのかね。あ、なるほどね。挑戦してんの？すごいじゃん。あ、取っちゃった。これは無理だって。かわいい、かわいい。最後の最後であそこで絡まっちゃうって、ほんとかわいい。これマニア。いただきます。あ、ココナちゃんいなかったね、そういえば。なんでこれいたりいなかったりするんだ。貸し借りじゃない、貸し借り。ギャルじゃん。かっこいい。ココナちゃんのセットアップかっこいい。セブンイレブンってあるんだね。いいブレイクですね、これね。この人ね、おぼらして。
デビューしてるからね。この日向ちゃんやっぱりいいキャラしてるよね。いやデビュー映ってるからな。デビューしてるからな。この人ね、おぼらしてきたんですよ。そんなことしてないやめてって言ったのに。すげえね。5回ぐらい。おぼら、おぼらしたって結構さ、やばいよ。ここだよ。押してきたよ、こうやって。あ、それは違う。おぼらしたって何？奥に押してきたんですよ。いやひーちゃんもこれわかんない。スピーカーでどう聞こえるか。ひなたちゃんがめちゃくちゃいいキャラ出してるね。ちょっとひーちゃんもなんか便乗してやってきた。かわいい。チバは SG チャーコンゲスティバー。それさまやちゃんがえやばユッケ。ユッケマジで好きなの。ユッケよく食べなさい。ユッケ一番美味しくない。カルニチンとクレアチンがいっぱい入ってますからね。鉄分とね。女性にはとてもいいですね。パフォーマンスする女子には一番いいんじゃないですか。ユッケが。うん。まあもうちょっと、まあでもまあまあ脂質省いてるからね。うん。いいんじゃないですか。これはとてもいいフードですよ。毎日食ってもいいんじゃないこれ。まあ、ちょっとあんまり甘いタレはつけない方がいいかもしんないけど。まあ、ちょこっと甘辛いタレと、うん、と卵と、これだったら最強フードだね。うん。女性にはとってもいいフードですね。うん、むしろこれだけでいいんじゃないかっていうぐらい。うん、本当に。すごく踊るというか関節にも、そうだし、動くっていうのもそうだし、脂肪を燃やすっていうのもそうだし、アミノ酸、血中アミノ酸濃度のことを考えてもそうだし、パーフェクトフードですね。え、やば、たくさんお食べね。ユッケマジですけど。Good protein です。Good protein for you guys。ユッケ、これココナちゃんのこのセットアップなりめっちゃかっこいいんだけど。ユッケの。ひなたちゃんって本当いいキャラしてるのこの服装。こちら。こちらの場所。なんか暗いじゃん。絶対欲しい。うん。いきます。手首怪我しないで。結構いいパンチしたんじゃない今。やば。いきます。これさ、日向さんすごいよね。やっぱさすがですよ。いきます。Here。これですね。必ずこうやって肩上がってこうやって内に入ってるじゃないですか。これね、ローディングですよね。もう予備動作めっちゃしっかりしてるから、えいって言ってないからね。さすがっすよ。うえい。お、え、結構すごいやん。いや、結構いいと思うよ。なかなか女性でこんだけ反動つけれる人いないんじゃない。で、しっかり体乗ってし。意外めっちゃ乗ってっし、これ。ひなたちゃんめちゃめちゃいいな、これ。おぉ。結構すごいやん。おぉ。結構いいよ。1位、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 おもろ。すでに1位です。かわいい。何このベイビーフェイス。あれ何これ、あれエフェクトかかってんのかなこれ。こんなベビーすぎるでしょ。これエフェクトかかってんのかな。うん、まあ面白い動画でしたね。はい、またちょっといろいろ出たら、まあ皆さんもちょっとラジオ感覚でね、優しい目で見てください。それでは。